こんにちは。心理カウンセラーの高森です。うつ病で療養中です。何もしてないと罪悪感を感じてしまいますという相談を受けたことがあります。確かにうつ病の時っていうのはしっかり休む必要がありますので活動っていうのは下がりますよね。でもこういった時でも何もしてないっていうふうに罪悪感を感じたり悩む方ってかなり多いんですね。でこれは裏を返すと何かをしなければいけないというような心のルールを知らないうちに自分が持っているということです。そうすると何かしなければいけないとある種取り付けたような状態になっていて、で何もしてないそして活動が下がっていると何もしてない。でも実際は何もしてないということはありえないですよね。食事はしてますし、トイレも行きますし、最低限の活動はしてますし、プラスアルファも何かはやれてるはずです。それでも自分が思うところのやっているという基準に達していないので、何もしてない、やるべきっていうふうにこの負荷をかけるっていうことがますます回復を遅らせるっていう悪循環に入ることもよくあります。まず前提として何かしなければいけないっていうところを少しずつ和らげていく必要がありますね。でも自分を肯定するには何かをしなければいけないっていうルールはなかなか根強いものがありますので、ゆっくりじっくりやっていく必要がありますし、必要に応じて専門家である心理カウンセラーの助けも借りながらやっていくというのがおすすめです。こういったことをいろいろお知りになりたい方は、よろしければカウンセラー高森でも検索してみてください。以上、最後までご覧いただきありがとうございました。